2008年カナダ総選挙は北米に位置するカナダ連邦の立法府であるカナダ議会の庶民院員を構成する議員を選出するために行われた選挙で2008年10月14日に投票が行われた。スティーブン・ハーパー首相が会員を解散したことで行われた。今回の総選挙は2006年1月の総選挙の結果を受けて発足した。 ハーパー政権のもとで制定された総選挙を4年ごととする法律に反する形で行われたが背景には与党である中道右派のカナダ保守党が下院において過半数を有しておらず政権運営において自由党など野党との妥協を余儀なくされていた状況を解消する目的があったそのため今回の選挙では保守党が下院の過半数を制するかどうかが焦点となった 世論調査で首位に立っていた保守党は議席を増やし、第一党の座を維持したものの、目標としていた過半数を確保することはできなかった。中道左派の自由党は前回選挙の103議席を大きく下回る77議席を得るに止まり、得票率も1867年の連邦誕生も最低の26%強に止まった。ケベック州の分離独立を目指している。 地域政党であるブロックケベコアは、同州に割り当てられた75議席中49議席を獲得。社会民主主義系政党の新民主党は議席を29から37に伸ばし、無所属議員2名も再選された。環境保護政党である緑の党は、主要政党では唯一得票を伸ばしたが、自由党から緑の党に移籍した議員が落選したことにより、 同等で初めてとなった議席を失うことになった。ありがとうございます。